さあ、ジュスペ系 R125 のカスタムメンテナンスの動画になります。今日はですね、前々からずっと持ってた、バーエンド買ってもいいんですけど、もったいないじゃないですか。別にね、まあ言ったら見え方だけなんで、そこで前回使った耐熱塗装で余ったこのスプレーでやってみようと思います。それでは行ってみましょう。カッサンチャンネル。今回のポイントなんですけど、塗装は簡単なんですよ。要はこれを取るのが難しい、でどう取るかなんですけど、普通はこれで、まあ、思いっきり回そうとするじゃないですか。これ回んないんですよ。全然硬いんです。こういう時どうするか、この僕の、まあ、叩けるドライバーなんですけど、もう一個秘密があって、見てください。この棒のところは六角みたいになってるんですよね。だからこれにこういうモンキーを入れて押しながら回すことできるんですよ。これすると普通よりも全然強いトルクで回すことができるので、このドライバー持ってるとすごく便利です。ちょっとやってみましょう。やってたんですけど、浅野さんに教えてもらって、ワープの時にこの教えてもらったこの方法で開けたいと思います。割と押す方の力をメインにしながら回します。なめたいと思って、ほら余裕、一撃。やっぱそうですね。やっぱこのやり方を1個覚えとくだけで、プラスドライバーで硬いやつを外す時に全然怖くないです。変に無理してやるとなめるんで、もうここはほんま浅野さんに教えてもらったようなもんです。感じになってますね。まあ取ってつけるだけなんで、そんな難しくないですね。はい、そしてパーツクリーナーで脱脂します。まあ、こんなんはね、こうなんで200円ぐらいで売ってるんで、パーツクリーナーこれ1個あると便利なんで、根元がちゃんと塗りきれない恐れがあるので、本当はおすすめしません。ほんま釣った方がいいです。では僕はもう武将なんで、このままいきたいと思います。前回やった時みたいに、やっぱ下黒なんで、結構やっぱりしっかり塗料をのせようと思ったら、しっかり塗らないとダメですね。絶対に焦ってはダメです。多少乾かして、そこから厚塗りします。忘れてた。そうやそうや、マスクすんの忘れてた。こういうの体にめっちゃ悪いんや。ちょっとマスクする、皆さんはマスクしてからやってください。はい、ということで完成しました。バーエンド耐熱レッド入れてください。完成しました。前々からずっとね、バーエンド変更したいなと思ってて、このねバーエンドとこのマフラーの差し色がですね、結構気に入っております。耐熱塗装で、まあ、こういうちょっと気分転換、オリジナリティ出せれたらよかったんじゃないかなと個人的には思っています。まあここの色ね、何色にでも、もう変な話、100均でスプレー持ってくれば何でも変えれるんで、皆さんもですね、是非もう買わずに、是非オリジナル塗装やってみてください。カッサンチャンネル。